東口柏の派キャンパス駅は、千葉県柏市若柏にある、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの駅である。駅番号は TX13。駅を中心とした広大な地域で、公共、民間、大学が連携して、国際学術都市、次世代環境都市を目指した、柏の派国際キャンパスタウン構想が進行している。 柏の葉公園と東京大学柏地区キャンパスがあることから柏の葉キャンパスとした。計画中の箇所は柏北部中央であった。ホーム改札西口側の駅舎立面衣装、渡辺誠設計相対式ホーム2面2線を有する公開機。鉄道の軌道を支える土木構造と屋根や外装を支える建築構造とを独立させた。 ハイブリッド構造となっている。これにより、建築構造は軽く、すっきりとしたものとなった。大規模な公園に面した西側は、波のある風を、住宅街に面した東側は、穏やかな風をイメージしている。駅や都市空間デザインで有名な建築デザイナー、渡辺誠による設計である。ジャパンラグビートップリーグの試合が行われる柏の、 箱演奏合協議場が当駅徒歩圏にあり、駅構内には NEC グリーンロケッツの旗が飾られている。2020年度の1日平均乗車人員は13,447人である。開業以来の1日平均乗車人員推移は下記の通り。駅前の高層マンション群駅周辺には集合住宅、教育機関、商業施設などが集約する。 駅東側には、常磐自動車道、北側には、国道16号、南側には、千葉県道47号森谷流山線、千葉県道279号豊か規停車上項、田原線が走る。当駅周辺では、柏都市計画事業柏北西部中央地区一体型特定都地区画整理事業に、基づき、千葉県、三井不動産を中心に整備が行われている。 また、西に隣接する地域は1990年に、柏都市計画事業、柏通信所跡土地区画整理事業として整備が完了している。駅の高架下には、商業、飲食施設として、TX アベニュー柏の葉とその北側の柏の葉か、毛出し横丁、駐輪場が作られている。駅に隣接して、ララポート柏の葉が立地する。 その他の駅前区画整理地は現在開発中で、大規模高層マンション群などが立地する。また、隣接する1980年代から1990年代にかけて先行して整備された地域では、千葉大学環境フィールド科学センターが立地し、千葉県立柏の葉公園、東京大学柏キャンパスなど、国、県の各種機関の施設が集積する。 郊外型研究機関団地がある。国土交通省が発表した IT エクスプレス構想の中で学術、新作業拠点として位置づけられている。駅に隣接して構想マンション群、パークシティカシワのハキャンパス一番街が立地する。開発される面積は狭いものの、西口同様にマンションを中心に開発が進められている。集合住宅、住宅街行政機関、 公共施設、教育機関、医療機関、商業施設、宿泊施設西口からは、柏の葉公園、流山大高の森駅、江戸川台駅、羽田空港方面、東口からは、北柏ライフタウンや東急柏ビレッジ方面の路線バスが発車する。有楽町駅、上野駅発、阿鼻子駅業の深夜急行バス、ミッドナイトアロー柏、阿鼻子号も東口で校舎扱い。 注釈出典、ありがとうございます。